さあ、いっといで。背中を押される胸熱なメッセージが今 SNS で話題に。南相馬市が制作した18歳の門出を祝うポスターです。いかがでしょう。乾杯。おー、オッケー。南相馬市は今年度18歳になる市民を対象に祝い金5万円を支給するすだち応援18歳祝い金支給事業を展開。その一環として昨日卒業式を終えた高校生を対象にプロのカメラマンによる無料の撮影会が開かれました。高校3年間を共に過ごした友人と18年間支えてくれた両親と、いとこなんですけど、写真撮る機会が少なかったので、ぜひこの機会に写真を撮ろうと思って申し込みました。いとこ同士で、写真撮ってみて、その気持ちが改めていかがでしたか。仲いいなと思いました。この日高校を卒業した山本優奈さん。話題のポスターの1枚ではガーベラを手に友人と撮影に協力しました。ガーベラの花言葉は希望、常に前進です。自分がこの育った町を育つ立場として何かできることはないかなって思ってた時にそういうお声がかかったので、こういうふうな活動ができてとてもいい経験になりました。4月からは関東の大学に進学。将来は南相馬市に戻り、教師として地域に恩返ししたいと考えています。家族に感謝を伝えるのはもちろんですけれども、一緒に3年間過ごした仲間にも感謝を伝えて、今後新しいステージでみんな羽ばたいていければなと思っています。18歳の巣立ちを地域全体で。さあ、いっといで。